さんこんにちは。バンコク6日目の朝です。部屋の鍵高すぎて背伸びでやっと届く感じです。寝坊しました。急いで出かけます。今日もいい天気。私もすこぶる元気。ポチッとな。ただいまの時間は8時です。今日の深夜の便でバンコクを立ちます。ホテルのチェックアウトが12時なので、それまで近所を散策しようと思います。前回のバンコク旅行でお参りしたワットドライミッドが見えてきました。ホテルから歩いて20分ぐらいのところにありますタラートノーイというところにやってきました。ノスタルジックな雰囲気あふれる下町のようです。レトロなムードが漂います。タラートノーイとは日本語で小さな市場を意味するそうです。チャオプラヤー川のほとりにある古い中華系の人々のコミュニティ。かつては華僑の貿易の拠点として栄えていたところです。今はおしゃれに敏感な若い人に人気のスポットとなっています。車の部品なのでしょうか、小さな町工場がたくさんあります。あちらこちらにウォールアートが描かれております。川沿いに着きました。とても気持ちがいいです。絵になるおしゃれなスポットがたくさんありました。西洋人の自転車の包装図に会いました。なんとセブンイレブンでキティちゃんのペットボトルを発見。なんと大きいサイズもありました。かわいい。タラートノーイに来たら絶対食べてみたいお店がありましたので、入りにくかったですが思い切って潜入します。カオナーガイクロムチャウターです。 Google マップ4.4 のお店です。中の席より外が気持ちよさそうなので外にしました。カオソーイ60バーツです。すごい美味しそう。カオソーイはチェンマイをはじめとするタイ北部で広く食べられているココナッツミルクを加え、カレースープに卵麺を入れたカレーヌードルです。骨付きの大きいお肉も入っています。それではいただきます。絶対に跳ねるからよだれかけは必要。スープ美味しい。ココナッツミルクのクリーミーさと汗が出るほどの辛さのミックス、うまい。薬味を投入します。酢漬けのキャベツとエシャロットライムです。目が覚めるほどのうまさです。最後にライムを絞って食べたらうまさ爆発でした。めちゃくちゃスパイシーなのでキティちゃんの水買っといてよかった。こちらのお店のカオソーイ全力でおすすめします。本当に美味しかった。いろんなお店のカオソーイを食べ比べしてみたいです。すごい素敵なレトロなカフェでお茶をしたかったのですが、情報が古かったのかもうお店はありませんでした。残念。お散歩を再開します。この辺に有名なフィアットがあったはず。あ、見つけました。とっても素敵です。だけど窓の人の絵みたいなのいらないと思うんだな。散歩をしていると壁アートに出会います。タラートノーイも大好物の猫ちゃんがいっぱいいます。なん
か壁から手が出てる。触ってみたりして。猫ちゃんの朝ごはんタイムです。猫ちゃんの世界にもカーストがあるのでしょうか。一番小さい猫ちゃんが遠巻きに見ています。すごい強そうな車。それではそろそろヤワラーに戻ろうと思います。タイティの有名店がチャイナタウンにあるので寄って帰ります。いろいろ美味しそうなメニューがいっぱいですが、オーソドックスなタイアイスティーにします。タイアイスティー50バーツ、甘さは 30% にしました。すごく美味しい。茶葉の香りも強く、少しスパイシーでちょっとほろ苦く、これはとっても好きです。ホテルの近くまで帰ってきました。通い慣れた市場を通ってホテルに帰ろうと思います。帰りの日は少しセンチメンタルになります。ホテルの前の通りを少し行ったところに、気になっていたカオニャオマムアンのお店があるのでテイクアウトしようと思います。カオニャオマムアン140バーツゲットです。お店の外にはテーブルもあり、その場でも食べれるようでした。ホテルに帰ってきました。ホテルの方が外で掃除をしていました。私がいつも出っ放しのため会うのは久しぶりです。そういえばカフェがあるホテルなのに一回もカフェで飲まなかった。早速カオニャオマムアンを食べようと思います。カオニャオマムアンは蒸したもち米にココナッツミルクをあえてマンゴーを添えていただきます。まずはマンゴーから。いや、このマンゴーすごい。甘みが半端ない。米の上にかけたふりかけは米を揚げたもののようです。大変美味しかったです。こちらの店も全力でおすすめします。そんなに買い物はしてないので軽いとは思いますが、一応計量します。約重さは17キロぐらいでした。30キロまで OK だったので、なんだ、もっと買い物すればよかった。フライトが夜中の12時ぐらいなので、チェックアウトをしてから荷物を預かってもらって最後の買い物をしに行きます。今日いたホテルのスタッフの方は日本語ができる方でした。初日に払った500バーツのデポジットが返ってきました。そしていつも通りかかって欲しかった10億円札。ということで10億円手に入れました。そして今から電車でプラトゥーナームファッションモールに行こうと思います。ラチャ TV 駅に着きました。こちらからプラトゥーナームファッションモールは30分ぐらい歩きます。やっと着きました。暑い中30分歩くのは大変です。今回スマホを買い替えたので新しいケースを調達したいと思います。お店の方はとても親切で、ない色を他の店舗から取り寄せしてくれました。こちらのファッションモールは専門店が1300店以上あるとされています。タイの最先端の商品が激安で所狭しと置いてあります。いろいろ探し回って疲れましたので休憩をします。タイアイスティーでほっと一息。バイクタクシーでサイアムまで送ってもらいます。記念撮影なんかしちゃって。バイクタクシーはすごい風が気持ちいいし、
渋滞は関係ないし安いし、今回とっても気に入りました。あっという間に西山駅に到着です。大変親切な方でした。ここまでで50バーツです。ホテルにスーツケースをピックアップしに行きます。今回ホテルを中華街やわらにして本当に便利で良かったです。場所も駅から近いので本当に便利でした。カフェスペースをお借りしてパッキングをさせていただきます。あ、ありがとう。バイバイ。お迎えホテルの方とっても優しかったです。本当は秘密にしておきたい素敵なホテルでした。空港に4時間前に着くように出発しました。空港に着いてマッサージを1時間受けようと思います。予定としては飛行機会社にチェックインをしてからラウンジで食事をしてシャワーを浴びて着替えて飛行機に乗り込みたいと思っています。これから電車でエアポートレールリンクがあるパヤタイ駅まで行きます。ただいまの時間は午後6時です。タイの国歌が流れているので立ち止まって静かに敬意を払いましょう。一瞬シーンとなり、まるで時が止まったようでした。とても素敵な習慣だと思います。無事にパヤタイ駅に着きました。ここに来るまでエスカレーターかエレベーターがあり、スーツケースがあっても楽々でした。どうしましょう。空港行きのホームがどえらいことになっています。日本の満員電車並みです。乗れるのでしょうか。いやいや、ホームだけで中は全然乗れる。こちらのスーツケースの女性が私が座れるように開けてくださいました。そしてこちらの女性と空港に着くまで仲良く話しながら行きました。スワンナプーム国際空港に到着です。よいしょ。あれ？ See you。 あれ？とここで電車のトークン、切符がない。どうしようどうしよう、ないないない。騒がせしました。ありました。ちょっと待って。とここでタイの女性とはさよならです。バイバイ。あれ、戻ってきた。LINEの交換をすることになりました。Yeah. New plan. You are my new plan. Yeah. I'm glad to meet you. Yeah. Bye bye. Thank you. Bye bye. 旅っていいな。いい出会いがたくさんあります。サワディーカ。マッサージ屋さん発見しました。Hello, massage. フライトまで4時間ぐらいありますので。1時間みっちりオイルマッサージ800バーツを受けることにしました。意外と上手で眠ってしまいました。でもなんでこれから飛行機に乗るのにオイルマッサージにしてしまったんだろう。ベトベトする。これはラウンジで絶対シャワーを浴びたい。時間がある時に最後にマッサージいいと思います。大変な混雑ぶりです。この時点では地獄が待ち受けてるとは思っていませんでした。帰りの便もジップエアを使うのですが、3時間前の時点でこの長蛇の列、恐ろしいほど列が進みません。フルフラットシートを買っていてもビジネスではないので優先カウンターなんてもんはありません。いざこざが勃発。
荷物を預けるまで1時間半かかりました。早く入らないとご飯とシャワーの時間がない。これマジ地獄でしょう。出国ゲートも全然進みません。やっと入れました。やっとイミグレーションを抜けました。ただいまの時間は22時です。出発ゲートには22時45分に着いてくださいとのこと。とりあえずプライオリティパスで入れるオマン航空のラウンジに急ぎます。ただいまの時間は22時10分。オマン航空のラウンジに潜入。シャワーを浴びたかったけれども待ちができていて2番目でした。もうこの時点でシャワーは半分諦めます。今入れないともう時間的に無理だもんな。もうベトベトだけどしゃあない。ということで腹をくくってお酒としっかりご飯をやっちゃおうと思います。それではシャンパンをいただきます。美味しいとか言ってゆっくりご飯を食べてる時間もないんですけどね。タイカレーとラザニアとマッサマンカレーをいただきます。とここでシャワーのお声がかかります。マジか、あと10分しかない。せっかくなので使わせていただきます。自分でもびっくりです。5分でシャワーが浴びれるとは。あー忙しい。しかも出発ゲートひときわ遠かった。とここでまた45分待ちました。もうやだ。やっと飛行機に乗り込みます。チップエアなかなかヘビーでした。帰りの座席は A の1番。フルフラットシートというだけで何にも置いてないです。充電用のコンセントはちゃんとあります。荷物は足元に突っ込みます。ブランケット台をけちってダウンコートの布団です。さあポーちゃん、日本に帰ろう。さよなら、バンコク、ありがとう。おはようございます。意外と寝れました。成田国際空港に到着しました。バンコク旅行とっても楽しかった。ございます。 A の1番シートに乗ると1番に着替えに出ることができます。早朝なので本当に誰もいません。あっという間にイミグレを抜けます。私が早く着きすぎてバゲージクレーム動いてない。来た来た私の子。日本に帰ってきました。これから電車でお家に帰ります。バンコク旅行記はおしまいです。ありがとうございました。タイのお土産編です。まずは台所雑貨からご紹介します。お菓子用の小さいフードカバー。アジアの台所用品の天秤ザル。スチール製やガラスや竹素材のコースターたち。タイの食堂のカラフル皿。小さいタイのお弁当箱のおもちゃたち。そしてホーローのお盆です。お気に入りの雑貨編です。チャトチャック市場で買った透明のバニティバッグです。こちらも同じく
チャットチャックで買ったカラフルな網の小さいバッグです。下の網バッグはドリンク用のバッグになってます。バニティバッグのお店で買ったフラットポーチです。スマートフォン関連、こちらの左上のキラキラは1つ約1500円ぐらいでした。右側は忘れちゃったのですが、だいたい1000円ぐらいでした。そして下に行きまして、スマホリング的なクマちゃんは1つ約700円ぐらいでした。レンズカバーがだいたい600円ぐらいでした。日用品です。プロポリスののどスプレーとポンズの BB パウダー、シーちゃんのトランスルーセントパウダーにコルゲートの歯磨き粉、クラブロックスの歯ブラシ、デンティストの歯磨き粉とヒマラヤのアイクリーム、そしてこちらがアロマテラピールームスプレーとハーバルソープ、タイレノールの鎮痛剤とたくさんのヤードム、こちらは会社の人に頼まれました。今はたくさん種類があります。そしてど真ん中の四角い箱が美白の歯磨き粉です。食べ物、お寺のお供え物のお菓子、豆菓子類一杯と海苔のシート、イカのおつまみ、ドイカムの蜂蜜、バラマキ用のグミやハイチュウ、オレオやのど飴です。また次の動画で会いましょう。